こんにちは。イエーイ。つよしチャンネルです。今日は、セブンジェネレーションズウォークという企画に参加して、今、沼津から、富士川まで歩いてきました。やっか。山田さんでーす。どうもー。お疲れ様でーす。イエーイ。ジュンさんでーす。お疲れ様です。ちょっと10分間ぐらい対談をということで。うん。山田さんのちょっと人となりを。もともとはお寺、東京のお寺で生まれ育ったんですけど、はい、比叡山で12年間ぐらい修行して、はい、でもその後ずっと音楽をずっとやってて、悟空っていうバンドにいて、マトリックスの映画のサントラとかでも歌ったりしたんですけど、はい、まあ、そのバンドがきっかけで1999年にネイティブアメリカンのリーダーのデニス・バンクスさんという方と出会いまして、はい、でそこからネイティブのセレモニーとかにアメリカに行ってね、参加するようになって、はい、で彼らがアメリカを歩いて横断するっていう活動をしてまして、はい、2006年に初めてそれを参加して、で2008年、それから2011年、それから2015、16、17、ずっとアメリカを歩いて横断するっていうのをネイティブアメリカンとしてきたんですよ。ネイティブアメリカンがずっとアメリカ大陸を横断してたのに参加してきたんですよ。そういう活動が日本でもこれが必要になるっていう、でそれを日本でやってほしいっていう、まあ、メッセージをちょうどからもらって、2009年からアメリカではなくて日本を自分たちが歩くっていう、なるほど、で歩いた視点でいろんなものを見てみんなに伝えるっていう活動を10年ぐらい今やってます。今年で10年目。10年目、素晴らしい。その10年目の節目で参加させてもらいました。僕 と、出会ったのが今年の3月。そうね、はい、そのインディアンっていうことでちょっと、どういうことみたいな、うん、感じで、あるところで、山田さんが来るっていうところに僕も、うん、呼んでもらって、うん、山田さんのことを知ったんですけど、うん、そこから、7月と、あと今日ですね、うん、昨日か、まあ、3回目なんですけど、ちょっともう何ですか、死ですね。いやいやいや本当にいろんなことを教えてもらってます。はい、人はどう生きるのかとか、うん、こう歩くのにあたってなんだろうな、こうやっぱ疲れた世の中だから今はすごく、うんうん、そういう中でこう自然とつながれる、ああこのセブンジェネレーションズウォークっていうものに共感して、うん、今日は参加させてもらったんです。ありがとうございます。僕今37なんですけど、なかなかね、人生の中でみんな大変だなっていう時期だと思うんで、うん、なんかそういった時期に、うん、こう僕はこう きっかけがあってこのセブンジェネレーションズウォークに参加してますけど、うん、やっぱきっかけがやっぱどうしてもつかめないっていう方にも、はい、ぜひこう、うん、何か自分なりのきっかけを掴んでほしいかな。うん、確かにね、うんうん、思ってこうやって参加してます。そっか。インディアの中で何かあります？なんかそういったちょっと疲れた時はこう叫べみたいな、なんかそういうの。あ、まあネイティブの教えっていうのが、はい、まあいろいろなのがあるんですけど、はい、僕たちが特にお世話になってるのはアニシナベ族っていう、アニシナベ、うん、族っていう人たちなんですけどね、はい、やっぱりその母なる地球とのつながりを常に感じることが一番大事だと。なるほど。男は母なる地球とのつながりを感じられなくなったら、あの火のそばに行って断食断水をしなさいって言われてるんですよ。ほう。で女性は水のそばに行って断食断水をして、でしばらく、まあ、できれば4日間、へえ、まあ、できなかったら3日でもいいし、2日でもいいし、まあ、1日から始めてもいいし、で、それがネイティブの一つの、まあ、教えなんですよ。男は火、うん、女は水のそば。なんかもっとこう、何か工夫をしたらいいんじゃないかとか、もっと違う方法をしたらいいんじゃないかって思うこともあるし、それはもちろん大事なことなんだけれども、まあ、僕たちがやってるのは、一回止まってみる。毎日食べ物も食べてるし飲んでるわけだけど、はい、自分たちが生きてるっていうことを見つめ直すために、はい、一回そういうものをこう止めてみて違う視点から見ると、やっべえ水うめえみたいな。なるほど、再認識できるんですね。そう、やっべえ食べ物すげえみたいな。でそれとからつながって、いや花とか綺麗だし、いや山とか富士山とかもやばいし、最高ですよね今日は。
やばいし、そういうとこからつながってって、ああ日々生きてるのって素晴らしい、家族がいるのって嬉しい、やっぱり自分自身がずっと当たり前だと思ってたことって当たり前じゃないんだってね。なるほど。思う。で毎瞬間やっぱり毎日そういうふうに思い続けられていたら素晴らしいよね。素晴らしいですね。だからそれには一遍手放して見てみるっていうのも一つのいい、なんていうか方法なのかな。ああ、なるほど。っていうのはネイティブの教えにはあるんですけど、一回と立ち止まり、そう、それを手放す。別に難しいことじゃない、ただ飲まなくて食べなきゃいいだけだから。そうですよね。だって別に何か教えてほしいとか、何か誰かに教えてもらわなきゃいけないとかじゃない。自分の内なるものからそうこう出てくる感情とか、 そういうものってことですよね。そう、自分が教えられ、自分が思い出すみたいな。思い出すか、思い出して教えられたんだ。そう、自分に。だから男は火の前で、女子は例えば滝とか川の前でっていう、それも一つのまあいい感じの装置というか結果なんだけど、まあね、すごい都会の中でなかなか難しい場合はちょっと山とかね、火が焚ける場所とか、もしもなるべく水がきれいで、こう周りに物がなんかあんまり物音とかねしないところみたいなところを選んでやると余計いいっすね。でも悩み続けて何日も考えても分かんなかったら、たった1日2日3日4日断食断水して火の前水の前見てるだけで何か分かるんだったら近道じゃない？確かに。だから僕は1年に4回断食断水してます。4回、春夏秋冬でですか？そう、お正月と、春分、それから夏はアメリカに行って3断水、で秋もまた断食断水する。あ、いい風吹いた、ね、これって満足ですよね、ね、それを例えば、ね、なんか難しくてもなんか難しくないとか、ただ富士山見るとか、ちょっとでもいいから心が痛いから富士山を見るとか、また本当にちょっと風を感じるとか、ここにご飯を食べるとか、なんかそれだけで結構なんかいろんなことが変わる。そうですね、最後に、はい、お知らせあります？セブン、ナナね、GE、ウォーク、WALK っていう風に検索してもらうと、あのホームページも出てくるし。わかりました。それ見てもらったら嬉しいです。皆さん要チェックしてください。で、できるならその道中歩けるならば山田さんにコンタクトしてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあねー、ありがとう。